胸岡出水口ここから浅香浄水場へ送水される。秋ヶ瀬取水石は埼玉県埼玉市桜区及び四季市の荒川にある可動石である。荒川で最も下流にある石で川口から約35キロに位置する。この石より下流の荒川は寄水域であり、塩水くさびや潮石が発生するほか、 東北地方太平洋沖地震では津波がこの席に到達した。都根同水総合事業所、独立行政法人水資源機構が管轄している。都根川から武蔵水路を通って荒川に導かれた水を東京都水道局浅香浄水場及び山苑浄水場、並びに埼玉県へ大久保浄水場へ送水する役目を担っているほか、 新菓市川及び隅田川の浄化用水を供給する。右岸に、胸岡守水口、及び右岸から、長さ約500メートルに及ぶ、管理橋がある。長さ127メートル、調節ゲート1門、洪水破棄ゲート3門、漁道1箇所の上下稼働式である。1979年に秋ヶ瀬取水石付近で、実施された、魚類捕獲調査では、銀ブナが優先し、 1985年の調査では、うぐいが多数を占めた。河川敷は、左岸側に広く取られている。その広い河川敷を活用したレクリエーション施設がある。右岸上流側は、羽倉橋にかけて、主に水田などの農地となっている。特撮系のテレビドラマなどの撮影ロケ地としてよく使われている。ありがとうございます。